カフカ、続編まで寝ます。怪獣8号、最終回の反応集&感想どうぞ。最終回でも通常オープニングのアニメは名作。おそらく俺たちの戦いはこれからダエンドを見に来た。サブ隊がカフカの名前だ。まるでカフカが死ぬみたいなサブ隊。トレーニングしてるレノたち。こんな状況下でも鍛錬は欠かさない。レノはカフカを信じる。市川男前はどこまでもかっこええな。守られるだけの私じゃなく、守る私になりたいってことですね。先輩たちも気になるわな。みんなカフカのこと大好きやん。いい知らせ、最後通告では。そうかな、そうかも。呼びつけておいて席用意してないのかよ。座ってオブザーバーやってもいいじゃないの。おめえの席ねえから。こんな恋じゃ離反するやつ出るぞ。キコルパパ対カフカ。キコルちゃんが完全にヒロインムーブしててくさ。再生コミネの肉を切らせて骨を断つ攻撃か。オラ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 。カフカ制御できず。シールドがなければ即死だった。解説眼帯おじさん。おじさんはシャーみたいなこと言い出した。志村後ろ後ろ。核だけ取り外すことできるんか。再生能力高いな。側をおとりにするとか人間の戦い方じゃねえんだよな。8号ってマジで何もんなんだ。オラオラシュトムダムダッシュ。この施設持つのか、壊れそう。フォルテイチュード 10.0 ってなんだよ。やっぱり怪獣対怪獣じゃないか。人間形態の時にやれってじいさん、なかなか血も涙もないな。どういうつもりって、一応これ見聞って名目じゃなかったの。試してるのか。やけに説明口調だなこのおじさん。キコルパパなりに機会を与えながらやってた。なんだかんだ言って律儀よね長官。可愛い娘の意見を取り入れようと努力はしてくれてるってことか。みんな救われてるな、霧のカフカに。屋上で語り合うのはいいよな。春一くんもお父さんに頼むか悩んでる。今回兄より多そうだからどこまで行けるんや。今のはやばいだろ。脇腹えぐれた。八号巨大化した。このままだと殺しちゃうよ。おじさんは脇腹なくなってて平気なの。大怪獣バトル。それにしてもパパンもすごすぎる。パパも人間やめてるよね。口からビーム。破壊光線。怒りくんみたいになってんぞ。暴走というよりダミープラグか。パッパがカオルくんされちまう。八号の暴走は NTD みたいなもんだったりするのか。キコルちゃんヒロインしてる。そこから見えるのかよ。止まれ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 。カフカ頑張れ、制御しろ。むしろこれで死んでない方がおかしい気もする。キコルどうする。泣いているキコルちゃん。メインヒロインだ。キコルちゃんがバカ信じみたいなこと言い出した。ヒロインの一斉で目が覚める展開。まみった。失敗した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 。ダメみたいですね。食った怪獣に食われちまった。足切断されたやんけ。ついにカフカのコントロールが。もはやこれまで期待してたのか。隊長がメインヒロインだった。真のヒロインの座は譲らない。完全にエヴァになってる。皆に救われるの熱すぎる。ダイナミック自害。ちゃんと赤い血が流れるんや。血の出方が初号機のそれなんだよな。ほんと戻った。番組名を否定する。割とボコボコにした後なんですけど、それで大丈夫なんですかね。これ暴走する可能性あるって見せちゃったのでは。怪獣化が解けた。砕けていくのいいですね。なるみ来た。出番あったぞなるみ、よかったな。ガスマスク軍団さっきまで隠れてたのにどっから出てきたん。なるみ喋った。なるみの髪ピンクかよ。メディックメディック。おっさんの強さこそ想定以上だったけど。制御不能になって大暴れする怪獣とか処す以外にないのでは。知り合いバレしてるんだ。幼い時から見てますよ。まあ手心は加えてないね。どの組織も上は嫌なやつだよね。発言影響ないなら何しに呼んだんだよ。一言二言かと思ったらめっちゃ語り始めた。皆さんもカフカのために頑張ってくれてる。だからどうした。
じゃねえんだが。どうしたで済まない成果出してんだろう。だから助かったんだろうが無能どもめ。報告しろと言ったのお前らなのに。古臭い組織だな、みたいなところある。落ちたことちゃんと把握しておる。不正じゃなくて星名副隊長の独断と偏見でしょ。怪獣の力をまんま味方として使える利点も考えろや。イラッとしないで冷静に対応できる隊長すごいな。幼い頃の思い出。猫の死は辛い。寄り添ってくれた。一緒に泣いてくれる優しいカフカ。お互いに脳焼かれてんじゃん。心か。心が強いやつなのか。やっぱり皆さんカフカを信頼してるんだな。偉い人たちが偉そうすぎる。上層部のおっさんどもぐちぐちうるせえ。この手の作品なんかの偉い人たちは実際どれくらい現場で役に立つのだろうかと思うわ。パパン頼むぜ。長官あの怪我をって絆創膏だけで会議出てんのかよ。カフカ君、殺処分秒読みみたいな状態にされとる。見知らぬ天井。起きたら目の前に長官。そこはキコルちゃんとか美少女が横にいるパターンじゃないの。目覚めた時に隣にいるのがおっさんなことあるんだ。自分のことよりまず長官の方が大事なんだな。カフカは本当に優しいね。再生能力あるのに胸の傷残るんだ。まあ怪獣ではあるよ。そのまんま戦力か。さすが話がわかるな。キュービナルと呪術廻戦虎杖悠仁、鬼滅の刃禰豆子とジャンプのパターンだな。前例ないからってやらんのか。前例がないなら作ればいい。俺がファーストだ。本物の怪獣絶対殺すマンは考え方が違うな。前例がないと何もできないおっさん連中さ。話がわからんやつらだな。そもそも怪獣が襲ってくるのが前例どころじゃないだろっていう。パパに認知されたね。カフカの処遇ってエレンみたいなのか。篠宮長官チャンスをくれてありがとうだ。これからが本当の入隊試験よ。主人公の体がどうなってるのか調べたくならないんだろうか。処分保留というシンプルなメッセージ。最悪の事態は逃れた。めっちゃ嬉しそうなキコルちゃん。やっぱキコルのヒロイン性が高すぎるだろ。特殊エンディング来たわ。みんな喜んでる。レノより喜んでるじゃん。先に取られた。喜びレースで負けたレノ。ムードメーカーが帰ってくる。後輩に好かれるタイプの暑苦しいおっさんでよかったぜ。レノ君がやっぱりメインヒロインだわ。副隊長は冷静だ。現状に甘んじずその先を見てるのがさすが副隊長の星名だよな。すやすやすやで笑った。座ったまま寝てる。長官の前で寝るなよ。寝てる時も皆のことを思ってる。チェスアニメ。あ、ナンバーナイン。まさか怪獣9号なわけないやろ。こいつオンラインゲームなんてやってやがる。人間の知能の程度をチェスで測るのかよ。ナンバーナインってわざわざ名前つけるのも大概だろ。人間の作ったパソコンを思いっきり活用する怪獣。モニター多すぎるだろ。イニシンルンバ。その皮、何の皮なんだよ。第2シーズンへ続く確定の終わり方よ。人間だいぶ不利になりそう。この全エリンギ殺しとけば大事にならなくて済んだのにね。処分保留決まって8号テレテル提供。何やかなっとんねん。1から10まで予定調和感があって楽しみづらかった。近年の少年漫画のいいところを集めたけどうまくまとまってなかったイメージ。つまらないわけじゃないんだけど、既視感のある設定や展開が多くて、ああそのパターンでで終わった感じ。最初だけいいって言われてたくせに蓋を開けたら最初も特に話題にならず終わったな。怪獣8号って海外で売れてるらしいけど、やっぱり海外でもエリンギは嫌われてるのかな。ドテッパラに穴開いても大丈夫なんだから、手足ちょろっともぎ取って兵器作ればええやん。資源を無限に確保できるな。上層部の無能さは平成版ウルトラ警備隊とため張るな。こういう重大な決定を防衛隊だけでやっていいのか、政治家が決めるんじゃないんか。そんな器用な描写ができるアニメじゃないと思う。わからんもんはわからんって現場に投げてくれる村山みたいな人が総理なのかもしれない。ツッコミどころや既視感はあったけど、バトル作画は楽しめたわ。妙にアンチが多かったが結構楽しめたよな。
こういうのは頭空っぽにして楽しんだ方がいいんだわさ。緊急怪獣警報。街ボロボロで草、これ人権なんてないやろ。めっさ続編ありきの終わりじゃんと思ったら続編来た。まあに来なければめっちゃ消化不良だからな。ゲームの予告もあったし、まあ続編あるよね。こんなにも知ってた速報も珍しい。続きが気になる終わり方だったし、続編が待ち遠しい。制作決定しただけ。放送するとは言ってないな。やるとしてもいつになるのやら。分割だったら放送時期を公開してるだろうから時間かかりそうだな。ミキはエリンギと戦うシーンしかないような。怪獣8号最終回視聴させていただきました。なるほど、ここで終わりますか。めちゃくちゃ続編意識した終わり方だったな。なんかアニメで改めてここら辺見てるとエヴァっぽいシーンがてんこ盛りだったな。もともといろんな作品のいいところを集めた作品ではありましたが、今回はちょっと露骨すぎたんじゃないかってぐらいですね。無能会議も令和のこの時代にびっくりするぐらいの無能ばっかで逆に笑いました。会議の神髄、アニメの有能人員揃ってる点すらを見習え。そしてなんか最後にカフカが座りながら寝てるってのが草。そのままこのアニメが永眠するみたいな締め方みたいじゃないか。最終回もちょくちょく程よいアニオリがあってよかったです。特にミナの出番が多くなってるのがいいですね。怪獣ショス会議ではそもそも原作ではミナいませんからね。まあその分譲詩人の無能がさらに増したわけなんですけど、幼少の頃のセリフがあんまりない思い出やミナが呼びかけるところも演出的にドラマチックで素晴らしい。ということで続編決定です。まあ分かってた2期ですけど、でもこれ続編とだけ書いてるし2期じゃないかのうせいもビレゾン。これで劇場版だったらネット民や海外の反応どうなるんだろう。続編でまずやるのは今回顔見せ程度で出てきたナルミとキコルからですから。ブルーロックのナギエピソードやったみたいにナルミが主人公の映画とか作られたら笑う。なんか知らんがナルミってめっちゃ人気だし、ちょうどスピンオフで今ナルミの過去話やってるしな。しかしこの作品もっとめっちゃ盛り上がる。それこそ覇権取れるぐらいアニメだと始まる前は思ってましたが、蓋開けてみればおとなしく終わった印象があります。コミックスは爆撃でめっちゃ売れたみたいですけど、アニメはなんか他の作品に話題取られたような気がしないでもない。あくまでネットのイメージ。原作読んでる身からしたら正直2期部分が1期部分より盛り上がることはまずないと思ってるんで、2期部分からの反応がめっちゃ怖いです。一つだけネタバレすると、このエリンギはまあほんとしつこいです。犬夜叉の奈落とため晴れ、いやむしろ超えてるぐらいしつこいから。最後のエリンギがパソコン使ってオンラインチェスしてたのはシュールで笑いました。これもアニオリだし。ということでスタッフの皆様お疲れ様でした。3ヶ月間楽しませてくれてありがとうございました。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。